はい、どうも皆さんこんにちは、トミエと申します。めちゃくちゃね寒いですね最近。ということでね、今日はねパーカーを羽織ってね、あとねこのダッサいねダイゴみたいな手袋も装備してね、ときめも GS3 実況プレイやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、次の休みがフリーマーケットだったっけ。あ、そうだよね。じゃあ次休みフリーマーケットだから、それまで何しようかな。レイアユンとホーラクが超にっこりだから、じゃあブレスレット装備してあれかな、レイアユンあげようかな。あと流行のタイトスカートとか、水色はタモさんとの T シャツあったけど、メガネもないよね。まあいいわ、じゃあちょっと軽く着替えてね、じゃあ魅力をアップしたいと思います、引き続き。じゃあまずこれこのダッサい T シャツを着て、でちょっとセクシーな服にしようかな。あとタイトなスカートなんてないよね。あとこれ着てたら見えないや、水色。あら、ないわ。じゃあいいや、これでいいかな。あとはブレスレット装備して、ちょっと服が増えてきたからあれだね、着替えるのも大変だね。よし、じゃあこれでステータスをアップしたいと思いますね。え、ほんとローズクイーンに全パラ130必要なんですよ。ちょっと魅力あと50ぐらい上げなきゃいけないんだけど、ダメかな。トミエちゃん、ニッケ。あら、今日の綺麗な杉田さん、どうしたの？ねえ、名前、じゃあねえ、こうちゃん、こうちゃんだから、ルカ君にルカちゃんって言ったら怒られるかな。まあいいや、ルカちゃん、怒らないで。お、どう？一緒に帰んない？お、怒んなかった。帰る帰る。何、家までお送りしますでしょ、お茶ぐらいご馳走してあげる。じゃあまあなんか特別な会話が生まれるかもしれないから、じゃあちょっと送って。失礼しました、お家までお送りします。あ、お嬢様ね、よろしく義理の弟。さあ、何か特別な会話生まれるかな。お、あ、やだ、もうすぐ来ますよ。なの、そうだね。そうか、ルカ君結構頭いいもんね。まあね。ああ、余裕なのね。ルカちゃんって普段、なんかルカちゃんってなんかこっぱずかしいんだけど、全然勉強してないでしょ。そう。なのになんで頭がいいの？頭いい？うん。イカれてるって言われるけど。ちょっと。まあ、勉強は得意か。何？ルカ君って何？イカれてるって言われてんの？あれかしら。あのライブの最中に何ドラムぶっ壊したとか。得意っていうのはやっぱり秘訣があるの？あ、教えて。そんなとこ。うん。ね、教えてよ。全然ダメ。え？もっと可愛く。こう首をかしげて。教えて。どう？どうぞ。ねえ、だからやめて、もうやらせないで。あ、ねえ。教えて。どう？いい。おお、もう一回。ああ、教えて。どう？もう。しょうがない。あ、授業中って大抵暇だろ。え、その時に教科書を全部読んじゃうんだ。あの、せっかく教えてもらったのに、あの、真似できないです、とても。全部？そう。先に全部覚えちゃう。は？そうすると大体いい点取れるよ。いや、そりゃ取れるでしょうね。あの、そうよ。まあそれができる人は取れるだろうね。数学は？数学？うん。ああ、あれはなんとなくできちゃう。あの、なんとなくなのね。ねえ、あの、今のところ全然参考にならない。ねえ、国語はどうなの？そう。だからいつも赤点。あ、そっか、ルカ君って確か語学だけ苦手なんだっけ？結論、ちゃんと勉強しよう。散々お願いしたけど全然役に立たないじゃん。てか、やっぱ天才なんだね、ルカ君って。
富江。あーこうちゃん、もしかしてこのパターンは。ねえどうしたの、もしかしてまさか。うん、次の日曜だけどよ。あーちょっと付き合ってもらえねえかと。またフリマが潰される。こうちゃんねえ、そうそうそう、あのさ結構なんかもうちょっとで春でしょ。そしたらなんか春っていろんなことが起きるんだね。なんかコメントを見たら、なんだっけな、くねくね先輩と森林公園、あとこうちゃんはプラネタリウム、あとルカくんも森林公園。え、だからこうちゃんにはプラネタリウム誘ってくれる、あと家、おうちデート。あー今度の日曜フリマだろ。あー一緒に行くか。いや一緒に行きたいんだけどさ、ねえ一緒に行って買い物ができなったらもう喜んで行くんだけど。うわまた断るの。どうしようこれ、大丈夫かな、こっちからねデート誘ったら昇進度って回復しないのかな。とりあえず本当ごめんなさい。ごめんごめんごめん。どうしてもか。ごめんなさい、服をいっぱい買わなきゃいけないの。謝んな。うん、いやじゃあまた今度な。大丈夫ね、今度体に払わせて。ねえ悪いことしちゃった、ごめん、今度体で払うから許して。どうしよう、8割ぐらい断ってる気がするんだけど、大丈夫なのこれで。ねえ今週はバッチリ頑張ってよね、ごめんねこうちゃん。最近決まってんな、うん、悪かねえセンスだ。ねえフリマに行ってまたセンスに磨きをかけるから許して。はい、ということでね、こうちゃんからのフリマの誘いを断って一人でフリマに行くという嫌な女なんですけど、まあしょうがないわ、行くしかないわ。ちょっといい服なかったら許さないよ本当。これでさこうちゃんが一人で来ててさ鉢あたりしたらすごい気まずいよね。ねえどうか会わないようにしましょう。ねえやだやだ。いらっしゃいませ、ゆっくり見てってください。はい、ちょっといやそそくさと見てとっとと出ます。ということで、お、すごいいっぱいある。すごい、あ、歯ぐきくん抱きしめティー。え、なにこれ、歯ぐきくんだよねこれね。え、なにこれ。え、じゃあわかんないけど、じゃあまず買います、抱きしめティー。あとはいっぱいありすぎて逆に迷っちゃうかも。でもどうしよう、ここら辺とかこうちゃん好きそうだよね、華やかだし。ワゾメ T シャツ、あでもなんかちょっとこういうドキュンっぽいのもこうちゃん好きそうだから、まあこれも買っとくか。あとは何買おうかな、安いからいっぱい買いたいけど、ちょっと他のものも見てみよう。ん？あ、これはいいです。スカート、どうしようかな、ホットパンツもう持ってるしね。じゃあちょっと女の子っぽいこれも買っとこうかな。これは何、オールインワンかな。ちょっと今回品揃え多いね、いっぱいあって逆に迷っちゃう。けどアクセサリーは全部買っとこう。どうしよう、じゃあまあいいや、適当にこれとこれ、よし、ちょっと買いすぎじゃない。はい、どうでしょうこんなもんで。でもどうしよう、これも買っとこうかな、スパイダープリントチュニック、ちょっと買いすぎかな。いいや、もうこれでこんだけ買えばいいでしょ。はい、
じゃあ出ます。うわ、69リッチになっちゃった。どうもありがとう、また来てね。はい、ね、いいお買い物でいいやつ、早く帰ろう、紅茶に見つからないようにね。え、バンビー、素敵。あ、ファッションチェック入った。ねえ、どう？ちゃんと流行を抑えてるじゃん、いいよいいよ、似合ってる。あんまり似合いたくないけどね、あのね、タモさんとの T シャツ、この色？それそれ、五郎先生のコラムチェックしてるんだ。あれは必読だもん ね。どう？私のレベル上がりそう？バンビが次のファッションレベルになるには、バンビ、おめでとう。お、ファッションレベルが上がったよ。やった、また上がった。すごい。え、もう教えることないかも。え、バンビならきっとおしゃれ道を極められるよ。え、ファッションレベルカンスト？やった、おしゃれを頑張ってよかったな。え、もう教えることはない。え、ファッションレベルカンスト？マジか。え、あ、よくわかって嬉しいわ。じゃあちょっと今度カレンちゃんに久々に電話かけてみようかな。全然電話かけてないし。と、今週は勉強と健康がにっこり。じゃあ勉強した方がいいのかな。あ、ねえ、テスト前だしね、月明けばかもしれないけど、ちょっとだけ学力上げとこうか。ちょっと忘れてた。今日、今度先輩も卒業しちゃうんだ。ちょっと私が言うのも変かもしれないけど、今度先輩だけじゃないでしょ。ねえ、くねくねさんもいるよ。卒業生当時、うん、代表、前生徒会長、あ、玉尾さん、今野玉尾くん、あ、ねえ、玉尾さんからなんかあるのかな。はい、今野先輩だ。あ、本日僕たちは晴れて卒業の日を迎えることができました。わあ、玉尾さん、え、じゃあどうしよう。え、僕もなんか高校生気分でちょっとこれ聞きたいな。待って、確かこの動画で使ったからあるはずなんだけど、あった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 。とねえ、気分は高校生。羽ばたき学園で過ごした3年間は、はい、正直楽しいことばかりではありませんでした。いろいろ辛そうだったもんね。勉強とクラブやその他、プライベートとの両立、さまざまな個性を抱える仲間たちとの共同作業、あ、ねえ、個性的な人ばっかりね、くねくねさんとか。壁に当たって落ち込んだり、行き詰まって途方に暮れたり、何もかも投げ出したくなることもありました。ねえ、あの学祭の後のキャンプファイヤーの時、相当黄昏れてたもんね。そんな時に励ましてくれた先生や友人、静かに見守ってくれた両親、そして陰ながら支えてくれた大事な人たち、あら、関わった全ての人たちに心から感謝してやみません。あら、大事な人たち、え、もしかして大事な人。ありがとうございました。はい、羽ば学が母校であることを誇りに、これからの道を歩んでいきます。あー、先輩頑張って。ねえ、素晴らしいやつだったわ。これはごく一部の在校生。はい、ん、君たちを残して卒業するのは心配だけど、あら、あとは任せたからだ。あらら、後輩に迷惑かけるなよ。はい、頑張ります。努力します。え、誰、え、何これ、笑われてんだけど。え、今のルカちゃん、ちょっと何やってんの。笑顔の卒業式になっちゃった。え、あら、終わり。いい卒業式だったな。うん、玉尾さん素敵だったか。おお。あ、どうも。どうもどうもどうも、もう一人の主役さん、ねえ、おめでとうございます。ああ、うん、あ、ねえ、こっちに来ちゃっていいの？別にいい。あら、永遠の別れってわけじゃないし。あ、そうなの。ねえ、それはそうですけど。何なんだろうな。おう、普段ろくに話もしなかった奴らが急に慣れ慣れしく声かけてきて、
あら、でもやっぱりじゃあね、くねくねさんと話してみたかった人多いんだね。みんな言うことが同じだし、うん、ピアノを聴いてたとか、うん、もう聴けないとか、あ、それは他にないのかってくらい。でもそれだけね、みんなあなたのピアノがのファンだったってことでしょねえ。まあ、悪い気はしないけどな。あ、なんだよかったねえ、設楽先輩。なんだ、結構やっぱ人気者なんだね。ねえ、設楽くん、写真一緒に撮っていい？あらら、ん？設楽ず？あ、私も。あら、あら、人気者ね。じゃあみんなで撮ろうよ。あ、ねえ、ちょっとみんなで行ってらっしゃい、ほんと。ねえ、ほら、なんか集まってきちゃったんだけど。卒業アルバムがあるのに、なんでわざわざ写真なんか。あの、そういうこと言わないで、最後なんだからね。ま、あ、最後だからな。やだ、今日くらいはクラスの奴らに付き合うか。ちょっと波長が合っちゃった。じゃあな、あ、また連絡する。あ、そうですか。ねえ、じゃあなんか仲良く写真撮ってきな。ねえ、くねくね先輩、とうとう卒業しちゃうんだ。なんか実感が湧かないんだけど。なんか寂しいかも。ちょっと、おん、どうもママよ。まだ帰ってなかったんだ。あ、ちょっとくねくねつかまってて。ねえ、こんな時間になっちゃったんですけど、先輩は？職員室に寄ったら次々に捕まって。ああ、先輩もそうだよね。なんかすごい先生方からの人望がすごそう。おう、したら、あら、戻ってきた。なんだ、お前らまだいたのか。あなたもね。ねえ、もう帰ったのかと思ってた。そのつもりだったんだけど、ほう、先生とか後輩に捕まって帰れなかったんだよ。あ、なんかやっぱこの先輩方二人とも人気なんだね。同じだ。うわぁ、ジャケットのボタン、あら、全部取られちゃったのか。ちょっとすごい熾烈な争奪戦になってそう。シタラーズでしょ。ねえ、なんか死人が出てそうだよね。ねえ、あ、これからどうします？なんかどっか行く？帰るに決まってるだろ。なんだ、つまんない。せっかくだから喫茶店にでも寄って帰ろうか。ねえ、最後なんだし。こんな格好で行けるか。いいじゃん、名誉の勲章じゃん、ボタンが全部台なんて。いいだろう、最後なんだし。ねえ、ジャケットを脱いで肩にでも引っ掛けとけよ。そうよ、なんかプロデューサー巻きでもしとけばいいじゃんね。ほら、行くよ。そっか、こうして一緒に帰るのも、うん、最後なのか。しんみり言うな。だってちょっと寂しいもん、やっぱり。二度と会えなくなるわけじゃないよ。あ、ねえ、そうですよね。大学はしないだしな。嫌でも会う。嫌でも。嫌でもってことないだろ。ねえ、先輩。じゃあなんだよ、うん、大変喜ばしいことに。あ、そうそうそう、それでいいわ。またそういう。ねえ、ちょっと二人でいじめてやりましょう。ああ、もううるさい、行くぞ。あ、うるさいのあんたよ。やれやれ、うん、行こうか。ねえ、行きましょう。ああ、でもこういうやりとりを何。だってこの二人多分進学先違うでしょ。じゃあこういうやりとりももう見えないの？なんかやだ。あ、やだ。やだ、こういうの。なんか一気に寂しくなる、この絵。はい、ということでね、皆さんねえ、ときめきメモリー実況プレイねえ、全パート31回、どうも皆さん長々とご覧いただきましてありがとうございましたね。この次どんなゲームを実況するかよくわからないんですけども、これからもね、トミオよろしくお願いします。ではまたどこかでっていう気分なんだけど。寂しい、これねえ、設楽先輩とか玉尾さんがさ、一番だった人たちはもうここでなんかもう実質終わりみたいな気分だよね。寂しい。はい、ということで、あ、3月になった。あれこれ春になったってことだよね。じゃあ早速また男誘っていく、バンバン。でもなんかすごい寂しいバナー、気分的に。じゃあどうしよう。あれでしょ、設楽先輩を森林公園に春に誘ったらなんか面白いでしょ。じゃあ早速誘う。
けん、うん、恋愛運がちょっと微妙だけど、あとハッピーアイテム若ざりで、流行がパーカーじゃヘアアクセ、じゃあ若ざり、じゃあちょっとまず着替えます。うん、と、あ、服増えたわ。でもパーカー、あ、抱きしめていきたいけどどうなんだろう反応これパーカーだよね。パーカーに茶色、茶色なんてないよね。まあ、うんこついたら茶色になるけど、じゃあどうしよう。まあ若ざり、若ざり、これでいいの。じゃあまあちょっとキュートはどうなんだろうね。あら、あのトップスがキュートなのかな。あ、じゃあこれでいいわ。よし、これでじゃあ進めたいと思います。はい、で設楽先輩を誘うか。森林公園だよね。設楽です。あ、どうもね、おかまですけど。なんだお前か。あら、どうした。相変わらず。じゃあ、あ、ホワイトデーの1日前、なんかこうちゃんの誘いを断って設楽先輩をデートで誘うなんてねえ、会っていいのかしら。まあいいわ。と、じゃあ桜咲いてないよねいいのかなまあいいや。ちょっと春はじゃあね、お誘いの電話とかいっぱいしなきゃいけないんで、ちょっと断らないでほしいんですけど。頼みますよ、頼みますよ。お、んー、どう。別にいいよ。お、暇だし。よし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 、いい子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 ねえ。じゃあ3月13日公園に行くってどうですか。わかった。よしよし、まあ楽しみにしとく。あ、ほんと。ねえ、よかった。じゃあねえ、ちょっと、あ、カレンちゃんに電話して服装とかも聞こうと。明日から、あー、ちょっと、ん、花椿さんが宅急便か、ん、宅配便が届いてる。何、おしゃれさんだバンビエ、これでもっともっと可愛くなってね。だって、え、真っ赤なワンピを手に入れた。あれ、え、カレンちゃんどうしたの唐突に。早速身につけてみようかな。じゃあ、え、テストだけどえ、どうしよう。じゃあカレンちゃんに、会うのかな、会うのか分かんないけど、じゃあ、まあ、とりあえず着てみようか。先生格もらったし。これ、あ、セクシー。じゃあまあちょっと、じゃあこれ着てテストに挑んでみようか。まあね、せっかくもらったし。さあどうなるんだろう。学力107、まあ悪くはないと思うんだけど。お、初日の試験科目は語学。いい出来かも。うんこじゃないの。お、え、数学、いい出来かも。うんこじゃないの。え、なんでこんなキッピコンって。え、これもいい出来なの。え、これも芸術もいいの。え、なになに、技術家庭科、うんち、え、え、めちゃめちゃ良くない。え、テストの結果が晴れ出されてみたい。え、めちゃめちゃ今回期待できるんじゃない。え、あ、え、あ、やだ、ちょっとやだ、順位69、ちょっとびっくりなんだけど。え、ちょっと待って。え、ルカ君たちを抜いたし、ミオちゃんともあとちょっとなんだけど。え、え、なになになに、そんな学力良かったっけ。トミエ、あ、ねえ、やったん、こうちゃん、どうも。どんなもんだ。ねえ、見て見て、順位69だけど。うん、なるほどな、うん、普通ってとこだ。
ねえ、でも頑張ったですよ、私にしては。悪かねえけど、うん、あ、悪かねえ。お前もうちょっと頭いいだろ。うんうん、あのもうちょっとバカです本当は。もったいねえことすんな。あん、ありがとう。じゃあねえ、もっと頑張ったら褒めてくれるのかな。え、びっくり。え、なんで、え、え、学力107ってそこまでいいの。え、カレンちゃんの、え、カレンちゃんのあのワンピースのせいとかじゃないよね。あ、まあいいや。じゃあねえ、くねくね先輩とね、一緒にデート行ってきたいと思います。で、そう、服どうしよう。じゃあ、危ない危ない、カレンちゃんと遊ぶとこだった。そう、カレンちゃんに電話して、ちょっとじゃあ久々にファッションのおさらいしてみよう。もしもし、バンビ？ねえ、どうも。ねえ、ファッションレベルマックスのバンビです。何何、どうしたの？うん、ちょっとね、久々に聞きたくて。と、あ、じゃあおしゃれの秘訣教えて。オッケー。うん、ね、今のバンビに教えられるのは、はいはい、こんな感じかな。どれどれ。なんかすっごい複雑なんだけど。え、待って、ウルトラね、キュート、ビビットとかわかるけど、小悪魔、スポーティー、おねえけ、おねえけおねえけ、ワイルド、ガーリー、モード、なにこれ、キュートプラスセクシーとか、セクシープラスビビットとか、ちょっと組み合わせってこと。他に聞きたいことってある。ちょっと難しいんだけど。じゃあ、うん、あるあるある。ねえ、じゃあ男の子のファッションの好みどうなってんの今、教えて。いいよ、うん、誰の好みが知りたい。じゃあ全員聞くか。じゃあね、じゃあルカ君、まあ、そうそう、好きな属性ナチュラル、嫌いな属性お兄ちゃんが好きはビビットで、詳細、あ、ん、あ、好きな色も書いてある。待って、好きな色これ何、アクアブルーかな、水色で、ルカ君はさっき出てきたガーリーが好き、ナチュラルの次にキュートが来るやつ。難しいこれ。こうちゃんは、あれ、こうちゃんの好きな色ってオレンジだったの。あ、でも確かにそうだ、たくさんデートしてるのに色で褒められたことない。オレンジのものなんて持ってないかな、そう考えたら。で、こうちゃんじゃん、ワイルド、ビビットとセクシー。難しい。嵐さん、嵐さんは、あ、そう、青が好きで、スポーティー。あー、ちょっと待って。で、ニーナくんは小悪魔で、好きな色がピンク。あ、ピンクが好きなんだ。小悪魔はセクシーとキュートが入れ混じってんだ。で、あ、玉尾さんは今見えたけど、おねあら、玉尾さんおねえが好きなのねえ、あら、じゃあ私のこともきっと大好きなんじゃない。と、キュートとシック。で、あ、ねえ、いつもならね、あのキャンセルするんですけど、設楽先輩と、あ、アクティブが苦手で好きな色、ちょっと待って。ん？え？パープル。あ、紫が好きなんだ。と、シックとビビット。シックの服がない気がするな。じゃあ、流行かつ紫を取り入れればいいのかな？モード系。うわー、複雑。他に聞きたいことってある？いや、もうないです。ね、うん、ないよ。そう？うん。何かあったらいつでも連絡して。ねえ、ありがとう。っていうか、ちょっと覚えきれなかったかも、種類が多すぎて。じゃあ紫色と流行でどうにかしようかな。うん、パーカー、茶色、ヘアアクセ、ヘアアクセはあるけど茶色のもの、あとパーカーキュートになっちゃった気がするんだけど、まあいっか、ちょっと着替えるの時間かかるかも。
これ結構ロードに時間かかるんだよね。じゃあパーカーだけど、これ紫色隠れちゃうかな。じゃあ紫つけの、シックな服なんてないよね。設楽先輩にビビッとで言ったら怒られるかな。あとヘアアクセだっけ。シックなヘアアクセなんてないよねきっと。あ、ワイルド。あら、これはじゃあこうちゃん。じゃあさすがにね、設楽先輩に完全の好みでの服にはなれなさそうだから、これでいいかな。うんね、じゃあこれでいきたいと思います。ちょっと探り探りなんだけど、はい、どうでしょう。あ、ちょっと早かったかな。もう早く着くにはいいわ。設楽先輩の方が早く着いたの。なんだ、早いな。あ、どうもねえ、先輩こそ早いね。お前の慌てた顔を見てやろうと思ったのに。あら、ちょっと意地悪しないでよ。早く来たりごめんなさい。なんかそれもおかしいね。ああ、そうだな。あら、行くぞ。あらら、まあいいわ、行きましょう。じゃあなんだよ、微笑みから行くか。せーの、にか。どこを見てるんだ。とうとうそう、どこ見てるになったんだけど。お前のその格好、おう、ね、どう。ね、今日のテーマを当ててやる。はい、孫にも衣装当たりだろ。え、今のは褒めてくれたの。またそれか、最近よく見かけるな。え、なになになに。ヘアアクセですね、流行ってるんです。結構嫌いじゃない。おというか、今好きになった。どうしたの先輩。先輩なんか今日優しめじゃないですか。芝生の方にでも行くか。あ、はい、それでいいな。あ、わかりました。じゃあ行きましょう。どうした、手つなぐのは難しそうだな。じゃあまた、せーのーに。どこを見てるんだ。ダメだわ、そのくねくねの髪を見てるんです。ねえ、でなんか起きるの。あ、なんかいいね、春の公園って。冬じゃないことは確かだな。うるせえ。ねえ、もう春だな、なんて、桜の頃に何度も思ったよ、今更だろ。あ、そうですか。ねえ、何度も思ってもいいじゃんね。ねえ、ほら、タンポポもたくさん、お、ほんといっぱい咲いてるわ。ちょ、バカ、吹くな。何吹くなって言ったのに。あ、どういうこと。どうしたの。耳に入ったら困る。ねえ、綿毛がですか。聞こえなくなるって言うだろ。お子ちゃまか。ねえ、それって迷信なんじゃ。そう言い切れるのか。絶対に大丈夫だって保証できるか。何、綿毛が怖いの。ねえ、ほら見ろ、 1% でも可能性がある限り俺はタンポポに近寄らないからな。納豆だけじゃなくて、何、タンポポの綿毛も苦手なの。行くぞ、ここは危険地帯だ。危険地帯。子供の頃誰かに脅されたりしたのかな。もしかして、あの、私の亭主と私の義理の弟じゃないよね。何、まさか綿毛が苦手なの。ちょっとびっくりなんだけど。今日はまあまあ楽しめた。あ、そう。あ、いや、それなりにというか、結構というか楽しめた。ねえ、手ぐらい握ってもいいかな。どうした、ね、どこを見てんだよ。ズズズズズ、うん、スイー、あ、べへこいたわ。スイー、向きよ。もっと笑える冗談にしろ。え、もうこんな時間か。はい、しょうがない。お、
送ってやる。あら、送ってくれるの？どうした？姉ちゃん行きましょう。どこを見てんだよ。髪の毛です。あ、調子乗るなって言われるかな。ん？よいよ。そんなの嬉しくない。よっぽど嫌いなのね、手が手握られるの。ねえ。おお。ねえ、すいません、家まで送ってもらって。あとね、畑も吹きかけちゃって。散歩にちょうどよかった。うん。じゃあな。あ、ねえ、今日はどうもありがとうございました。どうした？じゃあ最後はまたエンジェルスマリーしようかな。どこを見てんだよ。ズズッ、ズズズズ。じゃあ近づきからの、行く！文句でもあるのか。え？え、何この終わり。え、別に文句はなかったんですけど。え、ガンつけられたと思った。お、あ、メールが来た。どれどれ？お前といると退屈しなくていいの。おろ、あら、前回は今に見てるようだったのに。あら。いやー、ということで。あ、ホワイトデーかー。でも、ね、もう時間が36分超えちゃってるんで、じゃあね、ホワイトデーを直前に今日はこの辺で終わりにしようかな。っていうか、面白いね。まさか、森林公園であんなことが起きるなんて思わなかった。ちょっとね、ルカ君と森林公園と、こうちゃんとプラネタリウムだっけ。それもちょっと楽しみになってきた。ね、ということで、ね、どうも今日もね、また長々とありがとうございました。それではね、また1週間後にね、投稿したいと思いますので、どうかね、これからもよろしくお願いします。ではまた。